京セラドーム大阪です。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。オリックスバファローズ対横浜ベイスターデーゲームの模様をお伝えいたします。解説席には立川光雄さん、黒木智弘さん、このお二人でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるリポーターです。はい、こんにちは。ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々二人がお伝えいたします。よろしくお願いします。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、今日の先発のマウンド西、さあどんな投球を見せるのか。1回の表ベイスターズの攻撃、先頭バッターは1番下園。1回の表ノーアウトです。下園、プロ入り3年目となりました。最初の1球、初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。昨年のベイスターズ48勝94敗2分け、勝率3割3分8厘でリーグ最下位というシーズンでした。これは大きく外れました。ワンエンドワンです。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割飛んで8厘のアベレージ。さあ3投目、低め打って抑えた。一塁に送ります。アウト。キャッチャーゴロに倒れました。次のバッターです、藤田。マウンドの先発ピッチャー西、何から持ってくるか。低めのボール打って右方向、まず先頭のバッターを打ち取っています。落ちるボール打ちました。打球は三遊間へ、ショート取った。ちょっと間に合わないか。ショートへの打球は内野安打になりました。そして打順が変わります。内川、右の打席に入りました。さあ、ベイスターズ今日はどんなゲームを見せてくれるんでしょうか。何を投げてくれた。その初球は変化球でした。ワンストライク。昨年の数字が出ていましたが、3割7分8厘のアベレージ、そして打点数は67となっています。変化球決まってツーナスイングです。クロスライダーで追い込みました。しかしこの球はボール、カウントツーエンドワン。さあ第4球、打ちました。打球はセカンドへ、セカンドが抑えます。これは二塁セーフです。一塁へセーフ、一塁もセーフ。フィルダースチョイス、フィルダースチョイスになりました。今の場面もう一度見ていただきます。さあ、得点のお膳立てはできました。村田、初回から先制のチャンス、その打席になります。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割2分3厘のアベル、そして打点の数は114となっています。まずはボールから入りました。カウントノーワン。村田、プロ入り7年目となりました今シーズン。カーブを投げてきました。ボールカウントワンエンドワン。3投目、外、決まった。外を続けています。あっと、決まった。三振、ツーアウトで次のバッターを迎えます。才木、早くも点につながる場面を迎えています。昨年の数字が出ていましたが、2割6分9厘のアベレージ、そして本塁打。初球しっかり叩いた。打球はセンターへ上がったぞ。取りました。これで3アウトチェンジ。1回の表が終了しています。ベイスターズ無得点で攻撃を終了しました。そしてベイスターズの先発ピッチャー工藤、さあ調子はどうでしょうか。1
1回の裏、バファローズの攻撃、トップバッター坂口。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分8厘のアベル、そしてホームランの数が2となっています。最初から丁寧に攻めてきます。ボールカウントノーワン。坂口、7回目のシーズンを迎えています。カーブできました。1球2球と外へ行きました。打っていった。打球は右前にポトリと打ちました。ここでヒットが出た。打ったバッターは一塁です。一塁ストップします。そして次のバッターとなります。阿部、1回の裏ノーアウトです。さあバファローズ、ライトへのヒットでランナーを出しています。ファーストランナー狙ってきた。低めのボール打ってセカンドへの打球、一塁送球、一塁はアウト。その間にランナー進塁しています。セカンドゴロに倒れました。さあ得点シーンを期待しましょう。カブレラ、初回から先制のチャンス、その打席になります。最初のバッターにヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。初球はどうでしょう。まず際どいコースから入りました。わずかに入りません。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割1分5厘のアベル、そして打点数は104となっています。外れてボール、2球続けてのボールとなりました。ワンアウトになっています。あっとこれはいい当たり、どうだどうだ、一直線先制のツーランホームラン、きっちりと仕事を果たします。ランニングの京セラドーム大阪、一瞬の間にライトスタンドに飛び込んでいきました。1回の裏先制のホームランが飛び出しました。初回いきなりのホームラン、今日は何分の花火が上がるんでしょうか。今ホームイン打ちました。2対0。そしてタッチをかわしていきます。二点先生、初回から主導権を取っていきます。バッター DH ローズ、バッターボックスに入ります。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分7厘のアベル、そして打ったホームランの数が40となっています。これもいい当たりだ。この打球もこの豪快なホームランです。ホームラン、これをきれいに捉えた。熱狂の京セラドーム大阪、ライトスタンドに消えていきました。1回の裏連続のホームランが飛び出しました。初回から徐々にリードを開いていきます。今ホームイン3対0。そしてチームメイトが出迎えます。追加点が入ります。初回から徐々にリードを広げていきます。ああこの表情です。立ち直りを見せるんでしょうか。もう一度振り返りましょう。そしてバッターは5番北川、右のバッターボックスに入っています。3点をすでに与えています。その初球ボールから入りました。ボールにしてきました。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割6分5厘のアベレージ、そして打点の数49となっています。外角低めのストライク、ワンエンドワンになりました。この回一発を許しています。ストレートを持ってきました。3球とも外に来ました。変化球持ってきました。これは外に3つ持ってきました。外をフルカウントになっています。山口さん、はい、バファローズサイドです。はい、お願いします。今のホームランについて一言いただいてきます。打ったのはシュート、ホームランが大きいほど喜びが倍増するということです。一塁側のコメントを届けてくれました。それはファーボールです。ここでファーボールを与えました。ファーボールでランナーを出しています。初球インコースから入りました。ボールカウントワンストライク。
先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割6分9厘のアベレージ、そして本塁打の数も13となっています。これはカーブでしょうか。ワンストライクワンボール。日高、今年で14回目のシーズンです。ストレートでセンターへ前進、前進します。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあこの回4本目のヒットになった。センターへのヒットになりました。さあ次のバッターにつなぎました。下山、バッターボックスに入ります。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょう。2割7分、そして打点数は44となっています。初球インコース、カウントノーワン。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。ボールです。2ボールになりました。3対0、バファローズがリードしています。さあ3投目いきました。あっと最悪のコースに行ってしまった。2塁へ、2塁アウト。そして1塁転送、セーフ。1塁はセーフ、ダブルプレー取れない。そして打順は8番岡田。さあバッターボックスです。まあこの感じですとね、もう少し点が入りそうですよね。はい、打線のつながりに期待しましょう。第1球です。初球から打った、これはファースト、ガーッと抜けた、綺麗に破ります。ファーストランナーは2塁に止まります。3塁ランナーホームイン。4対0、ライトへのタイムリーヒット、さらに点を加えます。初回から点差を開いていきます。そしてラストバッター、大引き、右の打席に入りました。昨年の数字が出ていましたが、2割5分8厘のアベレ、そして打点の数も26となっています。まずは初球見送りました。ボールカウントノーワン。このゲームはいきなり動きがありました。次のボールは決めてきます。ワンエンドワンになりました。このバッターがこの回9人目のバッターです。インコース外れてワンツー。大引き、3度目のシーズンを迎えています。バッティングカウントになったが、ストライク、ツーツーです。さあ5球目、審判の判定はボール。ボールカウント 2-3。 さあランナーが一斉にスタートします。これはどうだ。フォアボールです。これで全ての塁上にランナーということになります。これで打者一巡となります。高口、左の打席に入っています。このバッターが10人目のバッターです。初球は際どいところに来ました。ワンボールになりました。この前の打席、ライトへのヒットを記録しています。ストライクになります。ボールカウント1エンド1。自らピンチを招いています。この変化球はバットが合いません。スライダーで追い込んでいます。バット空振り三振、3アウトチェンジ。さあ今のプレイご覧いただきましょう。さあベイスターズ、この後6番から始まります。2回の表、ベイスターズの攻撃、先頭バッターは6番吉村。次へとつないでいけるでしょうか。昨シーズンの成績出ていましたが、2割6分、そしてホームランの数が34となっています。さあ初球です。初球を叩いた、左へ、レフトに上がっています。吉村、今年で7シーズンとなりました。打った、ピッチャーの正面、取って一塁へ送ります。これは一塁アウト、ピッチャーゴロに倒れました。そして次は DH ジョンソン。この回はワンアウトになっています。さあ1球目、まず空振りが当たりません。ワンナッシングです。今日の1打席目になります。これはストレート、ツーストライク。さあ次のサインは
カーブを持ってきました。これは3つ低めに持ってきました。次が4球目。落ちるボール打った。ラインギリギリ。これはファウルボール。これはボールになります。カウント2エンド2。さあ6球目。これは落ちるボール。これはセカンド。セカンド取った。一塁送球。一塁楽々アウトです。セカンドゴロに終わっています。そしてバッター細山右打席に入っています。ツーアウトになっています。初球からコーナーをついています。カウントワンストライクノーボールです。細山田プロ入り1年目のルーキーです。次の第2球。外へ変化球持ってきました。ここはバットを出しません。西リードを4点もらってのピッチングはどうでしょうか。鋭い打球取りました。一塁に送ります。これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の表が終了しています。ベイスターズ三者凡退に終わっています。2回の裏バファローズの攻撃。先頭のバッター阿部右の打席に入りました。さあ第1球。最初は